サーエゲサーエゲとは、イランイスラム共和国が国産開発した戦闘機である。日本語では、サエゲやサエケフとも呼ばれる。サーエゲとはペルシア語で、雷、稲光の胃。サーエゲは、イランイスラム共和国により2006年9月6日に公表された。イラン側の発表では、形は F、A-18 に似ているが、性能は F。 A-18 を上回っている。としている。これまでに2006年に1機、2007年9月20日に2機の計算機の差上げが確認されている。機体形状はまだ確定していない模様で、3機の試作機はそれぞれ細部の形状に差異がある。塗装は2006年に公表された1機目は制空グレー一式、2007年からは、 前期ディープブルーに黄色いラインが入っている。3機ともドロップタンクはガルグレーとなっている。2015年1月7日、量産に入ったと発表された。同年2月9日には複座の訓練型であるサーエゲにが公開された。三面図ズサーエゲは詳しい発表がイラン側から一切ないため、その実態は謎に包まれている。そのため、性能は不明である。 高い運動性と爆撃能力を保持するとイランは説明しているため、主に対地攻撃を担当すると見られている。サーエゲは F-5E をベースに、ステルス性確保のために垂直尾翼を機体サイズに、似合わない外側に傾斜した2枚に変更したような機体形状をしている。国産開発としているが、実際には F-5E を参考にして、開発されたという意見もある。 一部の意見では、イランは航空機を開発できるだけの技術はないとしているが、イラン革命に伴う政府転覆までは、新米国としてアメリカからの支援を長年にわたって受けてきたイランは、これまでに国産練習機 JT-2 タザル部 F-5E を発展させたアーザラフ種計画が公表された次期主力戦闘機シャファグなどを開発している。 さらにアン -140 のライセンス生産、また F-14A や F-4、F-5 などの予備が入手困難な機体パーツを一部ではあるが、国産化しており、全く開発技術がないと言い切ることはできない。イランローンチズ SK ファイター、ボンバースカドレン、ハットイランビギンズマスプローブセイグフ,ファイター、ハットイランデビールズニュー、ファイタータイプ。ありがとうございます。